総事業費はおよそ200億円です。香川県が誘致した中四国で初めてとなる AI 開発専用のデータセンターについて準備を円滑に進めるための協定が結ばれました。最新技術を地方で開発するモデルケースとしても期待されています。締結式には施設を設置する企業ハイレゾの志倉社長や香川県の池田知事ら関係者が出席し協定書を交わしました。 AI 開発専用のデータセンターの設置は中四国で初めてです。立地場所の一つが綾川町の旧綾上中学校です。延べ床面積およそ1000平方メートルの体育館に AI 開発に必要な画像処理などを行う演算装置 GPU を搭載したサーバー100台を設置、最大でスーパーコンピューター富岳の 1.7 倍の処理ができるということです。校舎は地域住民に向けた IT 教室などに使われます。施設の開設は来年8月の予定です。香川がこの AI の中心の一つとしてですね、伸びていけるのではないかなというふうに期待しております。地方で、こういった廃校を利用したりですとか既存施設を利用してですねデータセンターとして、新たな産業にしていくと、この取り組み自体が日本中に広まると非常にいいニュースとして広まるのではないかなと。もう一箇所は高松市の研究施設リスト香川に今年10月の開設が予定されています。